音楽界の変革者、氷川きよし。彼はただの演歌歌手ではありません。今回の動画では彼の驚異的なキャリアとその音楽の進化に焦点を当てます。演歌から始まり、ダンスミュージックへとジャンルを超えて挑戦し続ける氷川さんの旅路を追います。彼のステージ上での圧倒的な存在感、観客との深いつながりを築くその方法、そして時代とともに変わりゆく彼の音楽スタイルの背景にある物語。これは一人のアーティストがいかにして自己を再発見し、多様なファン層を魅了し続けるかの記録です。彼の音楽の変遷を追いながら、氷川きよしの講師にわたる人生の節目節目を掘り下げます。プライベートでは、どのようにして彼は自己と向き合い、成長を遂げてきたのでしょうか。彼の音楽とパフォーマンスは、ただのエンターテインメントに止まらず、聴く者に深い感動を与える力を持っています。また、氷川さんがどのようにして業界の型にはまらず、自身のアイデンティティを確立していったのか。そのプロセスには数多くの挑戦と決断が含まれています。この動画で彼の音楽の変化だけでなく、氷川きよしというアーティストの本質に迫る試みをします。彼がどのようにして自分の道を切り開き、新たな音楽の領域に足を踏み入れたのか。彼のキャリアを通じて見えてくるのは、音楽に対する深い愛情と常に前進し続ける強い意志です。この動画はただのキャリアハイライトではなく、氷川きよしの心と魂が込められた音楽旅行の軌跡をたどります。それでは松村雄基さんの芸能活動と病気について話しましょう。彼は若くして音楽の世界に足を踏み入れ、レコードデビューを果たした後、ドラマで俳優としてのキャリアをスタートさせました。特に1980年代に放送されたドラマスクールウォーズでの役柄は、彼の名を広く知らしめることになりました。ドラマでの成功を経て、一時は音楽活動を休止していましたが、2006年には再びライブ活動を開始し、2013年には新たなアルバムをリリースするなど、音楽アーティストとしての活動を再開しました。松村さんがシャンソンに興味を持ち始めたのは2018年のことです。シャンソンに魅了された彼は、翌年には東京都内でシャンソンライブを開催し、新たな音楽の形式に本格的に挑戦し始めたとされています。これは彼のアーティストとしての探求心を示すものであり、俳優業だけではなく多様な音楽ジャンルにも積極的に取り組む姿勢がうかがえます。彼の人生における転機の一つが、2019年に報じられた病気の診断でした。松村さんは鼻の不調を感じ始めたことから、詳しい検査を受けることに。その結果、彼は癌であることが判明しました。突然の診断にもかかわらず、彼は前向きに治療に臨むことを決め、抗がん剤治療と放射線治療を開始しました。音楽活動を続けながらの闘病生活は困難を極めましたが、彼は病気と向き合いながらも自らの芸術への情熱を失わずにいました。松村雄基さんの芸能生活は、若い頃からの音楽の才能と数々の困難にもこごめせず前進し続ける強さが支えとなっています。音楽と演技の両方で成功を収めた彼のキャリアは、多くの人々に影響を与え続けています。次は氷川きよしと松村雄基さんの関係と支えについてです。松村さんが体調不良を訴え始めたのは、ある日突然のことでした。最初はただの鼻づまりと思われていた症状が、次第に彼の日常生活に支障をきたすようになり、眠れない夜を送ることが増えていきました。彼が医療機関を受診しようとしなかったため、氷川きよしが積極的に松村さんを支え、病院へ行くよう促しました。この時の氷川さんの行動は、松村さんが正確な診断を受けるための重要な一歩となりました。診断結果が癌であることが明らかになった後、松村さんは抗がん剤治療と放射線治療を開始しました。この治療過程は非常に厳しく、時には声も出せないほどの状態になりました。しかし、氷川きよしさんは彼のそばでずっと支え続け、病気と闘う松村さんを精神的にも支える存在でした。氷川さんは、松村さんが仕事を休んでいる間も、私はあなたの妻ですよと言葉をかけ続けることで、彼の心の支えとなりました。この言葉は松村さんにとって大きな励みとなり、困難な治療を乗り越える力を与えたのです。松村さんと氷川さんの関係は事実婚に近いものであり、互いに深い信頼関係と絆で結ばれています。氷川さん自身もキャリアの中で困難な時期を経験しており、その中で松村さんと共に時間を過ごすことが、お互いにとっての心の支えになっているようです。彼らの関係は、芸能界の厳しい環境の中でも互いを思いやる姿が多くの人々に感動を与えています。氷川きよしと松村雄基さんの物語は、
病気という試練を乗り越えながらも、お互いを深く理解し支え合うことの大切さを教えてくれます。このようにして、二人は困難な時期を共に歩んでいます。次は松村ゆうきさんの家族との関係、特に母親と祖母の介護についてです。松村さんは高校時代から祖母の介護に携わり始めました。彼の祖母は、彼がまだ若い頃に認知症を患い、日常生活に多くの支援が必要となっていたためです。この経験は、松村さんにとって人としての成長を促す重要な時期となりました。祖母との関係は、彼に多大な精神的な強さを与え、他人に対する深い共感と理解を育むきっかけとなったのです。松村さんが介護を行う中で、特に印象深いのは、彼が母親と共に祖母の面倒を見たことです。母親は松村さんにとって最も大切な存在であり、共に介護をすることで絆をさらに深めることができました。彼は母親から介護の技術だけでなく、患者とその家族に対する優しさや気配りを学び、それを自身の生活にも生かすようになりました。母親は介護に際して常に愛情深く、辛抱強く接することを心がけていたため、松村さんもその姿勢を見習い、祖母に同じように接するようになったのです。さらに、母親自身の高齢化と健康の問題が浮上した際、松村さんは再び介護者としての役割を果たすことになります。この時、彼は自身が若い頃に経験した介護の知識を活用し、母親のケアに当たりました。介護を通じて、松村さんは自己犠牲と無償の愛の価値を改めて認識し、家族との時間の重要性を再確認しました。松村ゆうきさんの介護経験は、彼の人生観や価値観に大きな影響を与えています。家族を支え、同時に自己成長を遂げることの大切さを体現している彼の姿は、多くの人々に感動を与えるとともに、家族への思いやりという普遍的な価値を伝えています。最後は松村ゆうきさんの隠し子疑惑と平野紫との関連についてです。松村ゆうきさんの私生活に関する興味深い話題の一つが、女優川上麻衣子さんとの関係です。二人の関係は一時期大きな注目を集め、多くのメディアがこの話題を取り上げました。川上さんと松村さんは過去に交際しており、その関係が破綻した後、川上さんが妊娠していたという噂が広まりました。この情報は当時、両者のファンの間で大きな話題となり、多くの憶測を呼びました。この噂に関連して、平野紫さんが松村ゆうきさんの隠し子である可能性が話されることとなりました。平野さんは若手俳優として活躍しており、その顔立ちや才能が松村さんに似ていると言われることから、一部ではこのような憶測が飛び交いました。しかし、これらはあくまで憶測に過ぎず、確たる証拠があるわけではありません。平野さん自身もこの噂について明確なコメントを避けており、真相は不透明なままです。このような私生活の話題が公になることは、芸能人にとって大きなプレッシャーとなることがあります。松村さんや平野さん、そして川上さんにとっても、このような憶測が流れることは複雑な感情を引き起こすことでしょう。芸能界の裏話やゴシップに対する公衆の関心は高く、しばしば個人の私生活に踏み込んだ報道がなされることがあります。松村ゆうきさんと平野紫さん、そして川上麻衣子さんをめぐるこの一連の話題は、芸能報道の一面を浮き彫りにし、メディアと公衆の芸能人に対する興味の深さを示しています。公人としての生活は多くの場合、彼らのコントロールを超えたところで物語が形成され、真実がどのようなものであるかについては、しばしば推測の域を出ません。私たちが今回の動画で一緒に探求した氷川きよしの音楽キャリアは、ただ単に多様なジャンルへの挑戦を超えた意義を持っています。彼の持続的な成功と進化は、日本の音楽シーンにおいて類を見ないものです。演歌からポップ、さらにはダンスミュージックまで、氷川さんは自身の音楽を常に再定義し、新しいファンを引きつけてきました。この動画を通じて、氷川きよしのパフォーマンスの背後にある情熱と彼が音楽に対して持つ真剣な姿勢を見ることができました。彼の音楽旅行は、新しい表現への不断の探求だけでなく、自己表現の手段として音楽をどのように活用しているかを示しています。私たちが紹介した内容について、あなたはどの部分が最も印象的でしたか？また、氷川きよしのどの楽曲があなたにとって特別な意味を持っていますか？コメントであなたの意見や思い出を共有してください。彼の音楽がこれからどのように進化していくと思いますか？さらに、この種の音楽進化に関心がある方は、チャンネル登録をお忘れなく。
氷川きよしのようなアーティストの新たな動向を追い続けるために、次の動画の通知を受け取るためのベルアイコンも押してください。彼の音楽の旅はまだまだ続きますから、これからも彼の創造的な冒険を一緒に楽しみましょう。